女優の戸田奈緒が都内で14日、地元、広島のグルメ旅行需要を生み出す、EATRIT、広島キャンペーンの一日広報大使に就任。地元食材を使った、広島の代表ホテル6社の特別料理を試食した。今日初めて知った食材もありましたし、新しく発見がいっぱいありました。生まれ育ったとこの近くにこんな美味しいナスがあったんだと思って、と語る戸田は、すごく美味しくて幸せでした、と満面の笑み。戸田は、年々考え、私、仕事柄いろんな県にほぼ全部行かせていただいてて、その土地土地で美味しいものをいただいたりしてるので、特にライバルはないです、と答えた。